円錐の側面積は母線かける半径にパイくっつける。中心角は360かける母線分の半径。以上。というこのやり方を説明します。普通に考えてっていうか、まあ小学校の時のやり方とか、教科書に載ってるやり方で考えると、とりあえずここの部分っていうのは、まずとりあえず、この円全部の面積をまず出さなきゃいけない。ってことは、これは半径15だから、半径×π で、この円全部の面積が出ると。そして、全体のうちのこんだけ分っていうふうに考えて、それをかけなきゃいけないわけだよね。そうすると、全体っていうのは円周だとすると、円周直径2倍でしょ？直径2倍と。それに π つけて、つまり直径かける π で大きな円の周りが出ると。それに対して、この弧の長さっていうのは、ここにかかってるから、このちっちゃな円の直径の π だから、直径は同じように、今度は半径5だから、半径2倍かける π で、これで、直径 π で、これが出る。で、これがここにかぶさってる。これとこれは同じだから。さて、ここで、約分できるものを、これとこれ、これとこれ。で、これが1個。ってことは、こうやって見て落ち着いて考えると、ここしか残ってない。これと、これと、これしか残ってないよね。つまり、結果的に消して消して、はい、消えた。残ってるのは、これかける、これで残ってるの、π1 個だけだから、15かける5で、残った π かけたのが同じ答えになると。これ全部計算すると必ずこれになるはずだよね。で、これ出たら、あとこっち忘れないように25倍足して答え出すと。で、中心角の方は同じように、これはこれをそのまま使って、これ、やっぱり 360× これも同じように、直径、大変だ。で、これ直径 π やって、これもこうやって消していくと、これだけ残るから、3分の1になって、これだけで出せるでしょってことになる。というわけで、こっちでガチでちゃんとやっても、やっぱり消えて消えて、ね、これとこれだけ残るから、これでこっちのやり方でやってもできるんではないでしょうか、というやり方でした。以上。